どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、スタイリング剤の基本的な選び方をご紹介します。で、やっぱお客様とかでも大体こうスタイリング剤私って何使えばいいのとか結構言われることが多いので、まあそれをちょっと、いつも僕がお客様に提案している方法を簡単に、ご紹介させてもらおうと思ってますので、スタイリング剤で、いつも何を使ったらいいかわからない方、よかったら参考にしてみてください。まずバームよく聞くかなと思うんですけど、まあ、代表的なやつで言うとナプラさんのこの N ドットのやつが結構、有名かなと思うんですけど、まあ、取った時にちょっと硬い感じの質感で手にこう馴染ませて、髪の毛につけていく。で、特徴的になんですけど、なんかナチュラルな感じで結構まとまるんですよ。結構でツヤがちょっと出る。ベタベタにしたくないっていう方、ナチュラルにこう結構まとめたくて少しだけウェット感が欲しい方は、バームとかがいいかなと。で、まあ長さ的にはだいたいミディアムヘアからロングヘアの方まで僕は使えるかなと思うので、まあ基本的に、まあ、ナチュラルなまとまりと、ちょっとの潤いが欲しい方でミディアムヘアからロングヘアの方に、おすすめしてます。で、次にオイルで、もうオイルも結構使われてる方多いと思うんですけど、やっぱこう代表的なやつとかね、やっぱ N ドットのですね、ポリッシュオイルが結構有名かなと思うんですけど、まあ、使われた方は結構わかるかなと大体思うんですけど、ちょっとこうウェット感があるような潤い、もうちょっと濡れ髪というかで、プラス、まあ、しっかりとしたこうまとまり感が出てるかなと思うんですけど、基本的になんですけど、オイルを使う方は、どちらかというとちょっとダメージがある方が個人的にはいいかなと思ってて、やっぱり、バームとかつけると引っかかりが気になるっていう方はちょっとオイルを、使ってあげると、僕は結構引っかかりが気にならないようにつけれるかなと思うので、ちょっとダメージがある方はオイルをおすすめかなと思います。で、もう長さ的には別にもうショートからロングヘアの方まで僕皆さん使えるかなと思うので、その代わりやっぱこうスタイリング効果っていうのは、まあ、あんまりないので、どちらかといったらこうスタイリング効果っていうか髪の毛をこうガチッと固める効果はやっぱりないので、本当に自然なナチュラルなヘアスタイルで濡れ髪が好きな方はおすすめかなと思います。次にワックスで、ワックスも、結構つけられる方多いかなと思うんですけど、基本的にはワックスはこう僕も今つけてるんですけど、ちょっとこう短い髪の毛の方でどちらかというとこう動きをしっかりと出したい、まあ、キープしたいっていう感じですね、形をキープしたいっていう方におすすめで、あとはやっぱこうつけることによって全体的にこうボリューム感を出すこともできるので、こうつけ方によってはなので、ボリューム感が欲しいのと、ちょっと毛先の動きとかしっかりと動きをキープしたいという方におすすめです。ちょっとこう癖がある方も結構いいかなと思って、で、やっぱこうつけやすいその長さっていうかは、まあショートとかボブぐらいの長さがいいかなと思います。ミディアムとかロングとかだとなんかちょっと、ガシガシっとして、ちょっと不自然にヘアスタイルがなってしまうかなと思うので、なるべく、ショートとかボブぐらいの長さの方で、つけてあげるといいかなと思います。で、次ヘアクリーム、まあ、ヘアクリームとバームってどう違うのって思うんですけど、まあ、僕の個人的な感じなんですけど、ヘアクリームもつけた時には結構バームと同じような質感にはなるかなと思うんですけど、まあ、バームよりちょっと柔らかいかもしれないですね。どちらかといったら自然なまとまり、本当に髪の毛がこうシュッとまとまる感じで、で、あんまりつけた感がないような、仕上がりになるかなと。で、バームはどちらかというとちょっとこう、自然な潤いが、ウエット感がちょっとだけ出るんですけど、クリームは本当にまとまり感が結構出るかなと思うので、本当にこう僕使えると思うのは、まあ、セミロングとかロングヘアの方は、ヘアクリームでちょっと軽くつけときたいと、髪の毛こうパサッとした毛先がなる方がちょっと収まるぐらいにつけときたいという方は、ヘアクリームがいいかなと思います。で、最後にムース。ムースなんですけど、やっぱまあムースってもう結構最近はあんまりつけてる方ってどちらかというか少ないかなと。まあ、つけてる方って言うとやっぱパーマヘアの方、パーマよくかけられる方はムースは結構完璧かなと思うので、パーマってこう乾かしたりとかした時に結構ダランとカールが
なくなってしまう可能性があるので、なんかムースを軽くそのウェットの濡れてる状態でつけて、で乾かしてあげると自然なカールが出るので、そういう時にはもう結構ムースはもう抜群に効果を発揮するかなと。あとは僕なんか癖毛の方で癖を結構活かしたいっていう方もいらっしゃるかなと思うので、そういう方には、ムースをおすすめします。もうそれもこうクシュクシュっとこう朝ちょっと、寝癖とか結構ひどいと、癖毛の方って結構多いかなと思うので、そういう方にこう水を霧吹きでこう全体的に濡らして、でその後にこうムースをつけて、で、ちょっと軽く乾かしてあげると結構スタイリングも楽で、すぐに出れるかなと思うので、そういうのでおすすめしちゃってます。で、大体巻いたりとかされる方って結構多いかなと思うんですけど、まあ、固定だったりとかアイロンで、で、まあ、さっきの本当にその長さ別でつけてもらってもいいかなと思うんですけど、まあ、基本的にはもう巻き髪ヘアとかっていうのは本当にこうバームとかオイルが結構僕は別、まあ、ヘアクリームも結構いいかなと思うんですけど、まあ、バームとかオイルの方が結構いいかなと。それはなぜかというと、やっぱりこう毛先だったりとか結構こう巻いたりとかして時間が経った時に結構ウェット感が結構なくなってしまうので、潤いか、あのバームとかオイルはかなりこうウェット感が残ってくれるスタイリング剤なので、あの巻いた後のその巻いて時間が経った時のこうバサッとしたドライ感が気にならなくなってくれるのはその2つのスタイリングかなと思うので、それを巻いた後につけてもらって、で結構取れやすい方とかは、まあ、結構いらっしゃるかなと思うんですけど、髪の毛結構柔らかい方だったりとか、猫毛の方って結構取れやすいかなと思うので、そういう方はあんまりそのバームとかオイルもつけなくて、僕はスプレーだけの方がいいかなと思います。でスプレーもあのそんなガチってすごいこう固まるスプレー、ハードスプレーじゃなくて、なんかナチュラルに固まるぐらいの、まあ例えばこう 1はないな、3からこう7ぐらいのこうキープ力みたいな、なんか番号を振ってるやつあるじゃないですか、の中でも大体5番とか4番ぐらいのやつを使ってあげると、結構まあちょっと固まって、でちょっとまとまりが出てっていう感じの質感になるかなと思うので、もうそれを例えば7とかでやるとガッチガチのこう何ですか、男性の方も使うようなスプレーなので、本当にもうつけたら髪の毛動かないみたいな感じになってしまうので、その真ん中ぐらいのスプレーでキープしてあげると結構持ちがいいかなと思います。こんな感じでスタイリング剤の、簡単なこう選び方をやってみました。本当に長さによってとかダメージによってとか、まあ、個人的には長さによってなんですけど、やっぱそれで結構使い分けていったらいいかなと思いますので、まあ、美容師さんに聞いてもらったりとか、本当にこう季節によってスタイリングを変えて、ヘアスタイルを楽しんであげても面白いかなと思いますので、これは基本的な考えなので、これを覚えてぜひ、今後のスタイリング、まあ、日々のスタイリングに役立ててください。この動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。